ALP スペシャルサポーターのイジです。今回の動画ではオートデスクフュージョンユーザー資格試験の解説第4弾をやっていきます。ということで今から問題を出題するので皆さん大体5秒ぐらいで1問解いてみてください。それではどうぞ。ジョイントで B を中心に A を回転させる場合、コンポネント1のスナップでどちらを選択べきか答えなさい。B の位置を固定したい時の操作を選択しなさい。複数コンポーネントを1つのジョイントで動かすために必要な操作を選択しなさい。コンポーネントでしかできないことを3つ選びなさい。問題は以上です。はい、解けたでしょうか。この問題はですね、ユーザー資格試験の模擬問題として作成しました。オートデスクフュージョンユーザー資格試験というのは、大学進学や就職、昇進、認定資格のレベルアップなど、エンジニアとしてのキャリアを積む上でオートデスクフュージョンの必要十分なスキルの習得を証明する試験資格になっております。これを習得しておくと、フュージョンの操作の、大体基礎的な部分を幅広く使えるよっていう証明にもなります。先ほどのような問題が制限時間50分で37問出てくるので、だいたい1つあたり平均すると1分ちょっととかで解いてもらう計算になりますね。本番でも4問から6択ぐらいの選択問題になっていて、本番ではフュージョンなどのソフトは使わずに完全オンラインで選択していくような試験になっております。今まで第1、2、3弾までやっておりまして、それぞれテーマを決めて解説しています。今回の動画ではアセンブリやジョイント、主に動的な部分を作るときに考えることを織り交ぜながら解説していこうと思います。この動画でも解説していくんですけど、他にも対策の仕方はありまして、 ATC と呼ばれるオートデスク認定トレーニングセンターなどでも資格の対策講座などを受けられます。他にもオートデスク認定試験センターで買える試験対策本などもあります。そちらでも対策できるので、目指す人はぜひご検討ください。それでは最初に出た問題を解説しながらモデリングしていきたいと思います。それでは1番から解説していきます。まずですね、A と B のコンポーネントを作りました。はい、こちらが B で、こちらが A ですね。ちょっと分かりづらいので、B としておきましょうか。はい、A としておきます。はい、これをジョイントでね、この A をこう B を中心にぐるぐる回転させたい時にどうするかって感じなんですけど、ジョイントをまず選びます。でモーションのところでね、回転を選びます。でまずコンポーネント1のスナップを選ぶんですけど、 B を最初に選んだ場合、 B の頂点と、頂点っていうか一番上の真ん中と、A の外側を選びます。そうすると、はい、どうなるかと言いますと、はい、このようにね、 B の方が回転しちゃうんですね。なので今度は A の方を先に選択します。そして B の方の中心点後から選択すると、このように A が回ります。なので固定などしないでジョイントをつけるときは、可動部分を先に選択すると、うまくジョイントをつけることができます。なので正解は1の A でした。続いていきます。 B の位置を固定したいときの操作を選択しなさいとのことなんですけど、続いて固定してからのジョイントのつけ方ですね。B は絶対に動かさないというのを先に設定することができます。多分こちらが開いてたと思うんですけど、正解は1のピンになります。これ昔だと固定っていうの文言になってたんですけど、最近なんかピンという言葉になりました。はい、ピンにするします。そしてジョイントを選びます。そうするとこう選べなくなってますよね。はい、という感じで、こうコンポーネント1を選ぶときは固定されている方は表示されないという風になります。
はい、こんな感じで固定をするときはピンを選ぶっていうのが正解でした。それでは第3問いきます。ここからがちょっと難しいです。複数コンポーネントを一つのジョイントで動かすために必要な操作を選択しなさいということなんですけど、こちらの例で見てみましょう。こちらはですね、コンポーネント3つこうあるんですけど、3つですね、この船みたいな外側部分と、このプロペラ部分でなんか操作する部分みたいな3つあるんですけど、例えばこちらのこれだとローターって書いてある部分の中にいっぱいコンポーネントが入ってます。でこれらのコンポーネントですね、こうやってこう触ってるとこうバラバラになっちゃうんですね。なのでこれらをこう一緒に動かしたいよっていう時の操作になります。選択肢いろいろあるんですけど、2番と3番ちょっと迷った方いるかなと思います。正解は3番の合成グループになります。ちょっとボルス合成グループやってみましょう。はい、パーツを選択します。 OK。 そうするとですね、一部動かしても全部ついてくるようになります。これが合成グループですね。もう一個の選択セットの方やってみましょう。選択セットはですね、何かというと、このパーツを全部選んで選択セットを作成。そうするとここにね、選択セットというものが作成されます。これのね、選択セットをクリックすると、全部が選択できるよってことなので、これをクリックして、移動などを押すと、全部いっぺんに動かせるよってものですね。ちょっと違いますね。選択だけできるのか、こういつでも一つのパーツを触ると全部ついてくるっていう状態にするのかっていうのが結構大きな違いです。さあ最後4番いきましょう。4番が1番の関門です。コンポーネントでしかできないことを3つ選びなさいということで、裏を返すと1個だけコンポーネントじゃなくてもできるっていうことになりますね。最初から見ていきましょう。ジョイントを設定しパーツを動かす。これはコンポーネントでしかできないですね。逆に言うとこういう普通に書いたこうモデルがあったとします。こちらにね、ジョイントをつけようと思っても、コンポーネントがないのでできませんっていう風に出るので、こちらはコンポーネント化しないとできないです。コンポーネントの化の仕方は、いろいろあるんですけど、このボディを選んでボディからコンポーネントを作成するとコンポーネントになります。ジョイントを押すと、普通にジョイントがつけられる状態にはなりますね。なので1番はコンポーネント化しないとできないです。はい、ここからはちょっと難しいんですけど、で履歴をパーツごとに見るっていうのはちょっとやっていきます。今このコンポーネント化されてないファイル内だと、一番上の、なんていうんですか、ファイルの右側に黒いポチっていうのがついてますね。でこれはこのファイルのこの黒ポチが当たってる部分に該当する部分が表示されてるってことです。逆にコンポーネントがあるファイルを見てみると、コンポーネントごとにこの黒いポチっていうのが付けられるようになってます。今は一番上についてるんですけど、例えばコンポーネント、フレーム1を押すとフレーム1だけハイライトされてる状態になって、下の履歴もフレーム1を作ったものだけに絞られます。なのでパーツごとに履歴が見れるんですね。こんな感じで、これがコンポーネントの特徴です。コンポーネントごとに履歴を見れるので3番も正解です。最後干渉チェックはコンポーネントでしかできないので、やりながら見ていきましょう。まずこちらのコンポーネントを動かす操作をしていきたいと思います。今すごくね、回りそうなプロペラみたいなものと、なんかの容器、そしてなんか操作するものっていうのがあるんですけど、これらを動かしていきます。こう最初にピン止めしておきましょうね。固定します。ジョイントをつけます。OK です。続いてこちらのプロペラもやっていきましょう。
プロペラも一応ヒント。ジョイント。オッケー。うん、回転してますね。オッケーです。はい、ということでジョイントを設定してパーツを動かしました。続いてですね、干渉をチェックします。今例えばこれを動かすとバチバチにこうプロペラの部分に食い込んでるじゃないですか。これは現実世界にはありえないですよね。本当は、このプロペラとこのローターっていう部分がぶつかった時にはなんかぶつかり合ったりとか、逆にローターによってクロスが動いたりっていう動作ができると一番いいですよね。これをやっていきます。接触セットを有効化をクリックで、新規接触セットをクリックします。そしてクロスとこちらの、ローターにあたるこの操作部分をクリックします。そうするとですね、ちょっとこのローター部分回してみると、ローターが接触するときにクロスがしっかり回ってくれるという風なモデルになります。2番の接触をチェックするはこちらでクリアになります。なので 1,2,3 番はコンポーネント化ならではの機能になります。はい、ということでいかがだったでしょうか。アセンブリーって言っても結構難易度がねそこまで高くない基礎的なレベルなんですけど、回答してって言われるとちょっと戸惑っちゃうなみたいなこともあると思います。そういったフュージョンを始めたての方や、1個の機能しか使い続けてないっていう方は他の機能も広く学べますので、ぜひねこの試験挑戦してみてほしいです。このチャンネルではフュージョンに関する Tips やコンテストなども他の動画で開催しているので、ぜひ他の動画も見てみてください。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。